こんにちは、こんばんは、ゴーゴーダブルRです。梅雨の走りの一休みとでも言うんでしょうか。今日の予想気最高気温28度ということで、でどこへ向かうかというと、今日はですね、縄文カルタでツーリングということで、那行、宇蘭の沼田城下の塩原助け、それから他行、枝団の手、天下の義人モザエモンという2枚を回収に向かっております。まあ、道中群馬を代表する B 級グルメっていうと失礼なんですけど、もつ煮で有名な長井食堂、何十年ぶりにお店に行くんですけど、によって見たいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。もうカラッカラで案内しない、たまには南面走ってみますかね。ここはビューポイントですよ。どうでしょうか。なかなか見事ですよね。どうでもいいポイントなんですけど、ここ昔から不思議なところで、今ニュートラルに入ってますよね。この感じなんですけど、今前輪ブレーキ持ってて離しますね。わかりますかね。足支えるために出してますけど、こいでないんですよね。むしろ抑えようとしてるぐらい。本当ですか。さすがにこの距離を姿勢保つのは無理で、車なんかでもですね、ニュートラルにするとここ上がってっちゃうんですよね。ほらほらほら、どうですか。まだ残ってたんですね。ここだいぶ道が拡幅してあれなんですけど、どうですかね。どんどん上がってるの分かります。この路面で、このバイクの車重で、こんな感じです。ほら、わかりますかね。ほら、止まんないですよね。ほらほら、どんどん行きますよ。ニュートラル間違いないですね。ほら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 。こんな感じです。バックミラーで、はい、マグネティックヒル、群馬のマグネティックヒルをご案内しました。以上です。はいよ。ツーリングサポーター結構親切ですね。車のナビレベルできっちり案内してくれますね。カーブだの、踏切だの、これはいいかもしれないな。あ、これマス枯れてますね。赤城山って結構松が多いんですよね。でも松枯れ病が流行っててですね、相当な面積の松林が失われてるんですよね。植樹なんかもしてるっぽいんですけど、びっくりしますよ。本当にその松枯れのポイントへ行くと、なんかやばさを感じるぐらいの場所がありますね。
やっほー、タンデム親子連れいいっすね、やっぱり。どこの17号へ出るのかな。わー綺麗だね。うお、綺麗だね。うわ、雪山見たかったな。道なりでしょ。全然道なりじゃん。うお。これはここは、うわーすっげー見晴らし。山本じゃねえ。うん、これはセンサーかな。センサー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 じゃない。さあ赤城山をぐるっと南側抜けてほぼ西側まで回り込みましたね。ここ国道17号です。この道沿いに、第一目的地の長井食堂はあります。果たして混んでるんでしょうか、入れるんでしょうか。まあ中途半端な時間を狙ってきたんで大丈夫だとは思うんですけど、どうでしょうかね。土曜日はとんでもなく混んでるんですけど、さあ長井食堂にやってきました。なんとか入れそうですかね。まあホンダ車はこの向きで止めますよね。よいしょっと、到着しました。長井食堂です。長井食堂を後にしまして、次の目的地に向かいたいと思います。いやうまかったっすね。あれで590円ですからね。ですよね。
まあ関越できたら終わりですよね。その前だったかな。だって最初に行くのがテなのかヌなのかどっちだか忘れちゃったんですけど、まあとりあえず、ま、ナビに任せて。まあうちが水上まで来て水上谷川スキーと登山を回収しないのもどうかなと思うんですけど、谷川ロープウェイ乗りたいんすよね。でなんか一人で来るのは寂しいなと思って、ちょっとプランを考えてるんですよね。うわーすっげー景色。了解です。経由地はどこですか。よっ、すんごい眺めだね。これここだな。自動車は次の信号で左折してくださいって書いてありました。他行枝段の手ですね。天下の義人モザエモン。モザエモン地蔵尊ですね。なんか意外に、はい到着しました。ジャリジャリ。天下の義人モザエモンにゆかりのモザエモン地蔵尊を後にしてですね、次に向かうのは那行右段の沼田城下の塩原たすけに由来するポイントになります。昔ながらの町並みいいっすね。はあ、地元桐生もですね歴史的建造物群なんて言ってますけど、今の一角の方がはるかに格上じゃないですか。真面目な話。なんつうと怒られちゃいますけどね。さあルート17経由地まで 2.1 キロ、そんなに遠くないですね。これはやべえかな。いや、了解です。いや、やえもらうと元気出ますね。タスケドライブインとか書いてありますけどね、まさかここですかね。
さです。塩原たすけの里を後にしまして、2つ回収できたので、今日はこれで帰ろうと思うんですが、せっかく来たのでとある場所に寄って帰りたいと思います。場所はついてからのお楽しみです。いやしかし暑いですね。これでまだ30度いってないわけですからね。これ真夏バイク乗れねえんだよ。久々にここ通りますけどいいっすね。やっぱりこれも数十年ぶりですけど、うわすげえなこれ本当に。上野公園駅、新幹線の駅ですよこれ。ですよねこれも。そう、うん、素晴らしい、美しすぎる。とても死の山とは思えないですよね。すごい景色だなこれ。いやマジで、あマジでマジで、はい 500m で経由地ということはあそこです。はい、ここよいさあ、オートロ牛乳を後にしまして、帰りたいと思います。今日は高速を使いません。